野球雲チャンネルの時間です編集長の武田ですお相手エンジャクですどうもよろしくお願いします今日のテーマははいい。まああの野球雲紙の雑誌だけではなくていろんなオンラインで今 YouTube お聞きの YouTube ですとかブログですとかメルマガなんていうのも始めちゃってるどうしてこんなオンラインで野球雲を始めたのか うん、っていうところを今日武田さんにあそうですね、うん、まあ本っていうかね紙の媒体で2012年からやって5年間、はい、とりあえず1号まで続けてちょっと1年ちょっとお休みしててまああの153000部を発行する雑誌になってたわけですけども何この方向転換は何なのとお<ー>疑問を持たれる方も結構いるんじゃないかと思ってるんですけど。 やはりねやっぱり私もこの1年いろいろと考えたわけですよ。<お>えー、これでも深い,深い考えが。深いい話が。ここでね、あのー、紙はやっぱり確かに面白いし、うん、大変だけど面白い。うん、で皆さんともここまで仲良くなれたっていうのもあるんだけど、はい、本だけじゃ表現できないことっていうのもやっぱり出てくるわけですよ。例例えば例えばばあのー 紙面の都合でカットしたり、はい、いっぱいカットしてるわけですね、かなりしてます。で、やっぱり野球の歴史とか文化をね、はい、語る場所を作りたいっていうのが、もともと野球雲のコンセプトだったんで、はい、なんとなく、あの、ちゃうんですよあのちょっと安心していや、本当にね、疲れるのよ。<laughs> 一冊出すと燃え尽きるというか少ないというかね二人で作ってたからやっぱりそうするとその後ののフォローというかそこがちょっとやっぱり欠けてたんじゃないかなという出しっぱなしみたいなそう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 でねそこがねやっぱりちょっと反省をしてるうちに時間がかかっちゃったとなるほど反省だけは猿でもできるっていうのがねあったけどここまで言い訳の時間ですそうです言い訳ですまあそうういことで あのいろいろと周りの人からもどうすんだと、はい、野球部もどうすんのいつ出すのと今な今 <laughs> 今出したい出したいよ出したいがうんまあいろいろと諸事情大人の事情があり、はいまあ、そういうことでねあの先ほど円尺さんが言ってくれたメルマガとかデジタルコンテンツっていうのも大事でうんまあ、あのー、本を出すスパンが長いから、うん、それをこう穴埋めというかね あうん、でやっぱり語る,語る場所というのは紙だけじゃないしそうです、ね、確かに、まあ、こういうふうにいろいろやってるってことはいろんなあの媒体でいろんなことを語れるっていう,、うん、そ,うでそれをやっぱり日常的にこう出していきたいっていうのがあったので、うん、あ日常的につまりだから本を出すっていうなると一冊出して、うん、次までって言ったら開いちゃうけど。そう ああ日常的に出せるでね本にはしにくいんだけど、うん、小ネタであこれやっぱりなみんなと話したいなとか共有したいなっていうことあるわけですよあ,あそれがやっぱ本,本から外れちゃうネタとして<う>ああだから最近ブログとかも更新したり、はい、ツイッターもこうちょこちょこってやってるのは 例えば今日どなたかが誕生日だったとかあ<ー>そういうのでちょっと昔の選手とかプレーをね本では難しいです、ね、難しい、ね、かうんだからそういうのを見てあ、あのー、見てる方があ例えばこの前杉田さんっていう戦前の選手のツイッターをブログをやったらこの人の名前は本当に久しぶりに聞いたみたいな反応があったんですそういうのが逆にその人の 蘇らせるというか一、うん、人でも思い出してくれるだけでも、うん、なんか野球部ものやってる意義というか。<ー>ということでやっぱりデジタルコンテンツっていうのは大事だなということで、うん、ただツイッターだけとか、うん、そのつながってなかってかたんだよねあ<の>本は本ツイッターはツイッターだったのを今回メルマガとかブログとかを通して、うん、皆さんの生活スタイルに合わせた コンテンテツという生活スタイル、<う>ライフスタイルにこう入っていくわけですか君、生活を英誉にしたね、<laughs> <laughs> 本当に、そこはちょっと世代感を感じるけどね。<laughs> まあ、つまり、そのあれですか、YouTube 見る人もいるし、うんまあ、メルマガ見る人もいるし、例えば自動車運転してる人は、まあ、YouTube で、こう室内に、ね、室内に流しながらとか、はい、やっぱり だけど電車に乗ってる方はテキストのほうがいいとかあなるほど、うん、だそういう部分でこれからまあ野球の歴史とか文化っていうのはね、うん、どんどん溜まっていくものなんですよ毎日毎日なるほどだからもったいないよねああ発信しないともったいない,いす、ね、そうで例えばわれわれよりもっとすごいスキルを持ってる方もいらっしゃるし、はい、やっぱそういう方のも含めて何かこう見つけられる場所っていうのをね はい、野球モが提供できたらなっていうことは紙だけにこだわらなくなった一つの理由ですね。なんかあれですね、野球コンテンツとしては新しい形を提示できんじゃないかと。そう、古いことを、ね、新しいスタイルで出すっていうのもまたまたちょっとギャップみたいな、ね、もう野球グモらしくないって言われちゃうんだけどね。<laughs> いいんじゃないですか、ギャップ萌えですか。ギャップ萌え。<laughs> うん、なるほど。ということで、あれですね、じゃあメルマが YouTube、ブログを今、 そうですね、展開しているということで本当になるべく早く野球軍の11号を出せるようにね、うん、頑張っていきたいなと思っています、はいまあ、メルマガの登録をです、ね、ぜひ、まあ、よろしければ、えー、お願いしますというのそうですね、えー、野球軍のためにも、皆さんのためにも。というところで今日はこういうところで、はい、ただきます、はい、野球軍もチャンネルの武田でしたエンジェクでした。